願いします。お願いします。1曲目にお送りした曲はキラキラという曲でした。昔のドラマの主題歌でした。そうですかね。皆さん集まっていただいてありがとうございます。キラキラっていう曲なんですけど、私なんかちょっと見てわかると思うんですけど、なんか右足を負傷していてこれがちょっと他にもいろいろあったんですけど、キラキラっていうこの曲を聴きながらイヤホンを出して学校に行こうと思って、家をガチャッと出て階段を降りようとしていたら、ちょっとそのキラキラのこうビートに合わせてこうルンルンとかしてこう歩いてたら階段を踏み外しまして、落ちて怪我したんですけど、まあ、それぐらい楽しい曲です。はい、ルンルンしていきましょう。はい、次にお送りする曲は同じくアイコで、プラマイという曲です。この曲は、ベースのよすみくんが提案してくれた曲で、はい、好きなポイントがあるんで。あ、そうなんですよ。この曲、曲自体もすごいいい曲なんですけど、TV が非常に見どころがあって、TV が女の子が髪の毛食べちゃうシーンがあって、それがもうパクパク、排水口の髪の毛をこうパクパクって、やっぱもう、ああ髪の毛食べちゃうくらい好きなんだなって、そういう衝撃シーンのね、ある TV なんでね、ぜひね見てください。見てください。いい曲なんで好きになれると思います。次の曲はリードボーカルがコロコロ変わっていくので、よろしくこちらも、はい、合わせて楽しんでください。Thank you.
ビデオさ、これで撮れてるの？残り時間とか出てた？